こんにちは。時計メガネアクセサリーリコードでございます。今回ですね、メガネの鼻パッドの交換のおすすめということでちょっとお話ししたいと思います。メガネの鼻パッドってちょっと色が変わってくることなんですよね。ちょっと使ってるとですね、例えばちょっとこれ私もちょっと取り替えなきゃならない。ちょっとこう黄色くなってるのが分かります。ちょっと黄ばんできたっていうのが、ひどい場合はもうちょっと色を真っ黒になって、例えば内側にこうね、汚れなんかついちゃってですね、そういうのしてる方も結構いらっしゃるようですね。もう街歩いてみてもね、そういう場合はですね、もともとこういう色なんですよ。これだけ透明感、ちょっと黄ばんできてるの分かりますよね。こういう場合は取り替え、全部は洗浄してですね、きれいにしますので、あともいろんなタイプあります。うちの、こう在庫ストック、ね、もありますし、これネジで、大体ネジで留めるのが割と多いんですけどね。このマルマオプチカルの場合はこうネジ使わないでですね、こうパチンと入るタイプで、こういう種類がちょっと分かりますかね、ございますんで、マルマの商品は全てこのタイプになっておりますので、あと他のメーカーもこういうネジで留めるタイプ、さまざまなハードとソフトってありましてですね、そういうやわいタイプとその硬いタイプ、どちらも一長一短ありますけどね。その辺はご説明してお取り替えしますので、どうかですねよろしくお願い申し上げます。